黒髪の磯のチャンネルへようこそ。寝てました。顔パンパンです。でこれね、まあ、ちょっと例のごとく、菓子パン食べまくって寝てたのですごいむくんでます。やばい、明日日曜日だよね。明日日曜日なので、まあ、日曜日って週の初めでしょ。明日から頑張るわ。ダイエットは明日から、来週からってことで、ちょっと日曜日から頑張りたいと思います。やったるんで、やったるんで、また戻るぜよ本当にやばいよということで、ちょっと片付ける。髪の毛もなんかおかしいねまあ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 、これがね、磯のクオリティ、ズボラ酒は、まあ、ズボラだからね、まあ、こんな感じでございますけれども、今日はこちら、ズドン。アサヒスーパードライでございます。で、これ見て、グラスをいただきました。まあ、ジョッキだね。この間東京のオフ会で、こちら G さんオンリーって書いてるんですよ、ここに。俺しか使っちゃダメだよっていうので、ちょっといただきました。はい、これ全部いっちゃう系だから、ちょっとこれぐらいにしよう。やっぱり俺は乾杯。ああいつもより増してうまいわ。嘘を持った、いつも通りうまいわ。マジでダイエット明日からやらないとね、やばいです。これがズル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 さ、続く心理ってすごいわかるんだよね。けどまあ11月じゃんみたいな。じゃあ忘年会とかいろいろあるでしょ。いろいろ算出した時に、じゃあ忘年会終わったら頑張ろうみたいな感じになるじゃん。で、あ、けどちょっと待って、クリスマスあるしなみたいな。フライドチキンとか食べたいしな。じゃあクリスマス終わったら頑張ろう。で、そこから、いや、もう年末だし、美味しいもん食べたいしな、年始から頑張ろう。で、その次に、三が日終わったら頑張ろうとか、七草がゆ食ったら頑張ろうとかさ、あるよね。俺の場合はね、それがね、よく、ダイエットじゃなくて、禁煙で、ずっとそれあったのよ、昔。タバコがやめれなくて、どうやってもやめれなくて。で、まあ、とりあえず、年明けたらやめようとか、あと俺、その年明けたらさ、俺7日が誕生日だから、1月の。だから、7日過ぎたら頑張ろうとかさ。あれ、意味ねえわ。ダイエットとか何かを決断した時は、その時から頑張んないと。最悪その次の日から頑張んないと、マジ意味がないと僕は思います。節目で何も変わんねえわ。と思いました。はい、で今日なんですけれども、ですね、エニタイムフィットネス休会しました。はい、お休みです。でエニタイムフィットネスは、まあ、大会と、まあ、休会って言ってお休みができるんですけれども、ちょっとエニタイムフィットネス、ちょっとしばらく休会することにしました。まあ、エニタイムフィットネスすっごい便利なのよ、会員になっておくと。7、8000円ぐらいだし、いろんなね、ジム、やっぱり全国、もちろん世界使えるしさ、こうシャワーとかも結構地方に行ったりとかして、エニタイムフィットネスのシャワーとか借りれたりとかして、すごく便利なのよね。だからなんか別にそのジムだけじゃなかったとしても、そういう利用としても便利なんだけれども、ちょっと休会という形を取りました。で、なんでエニタイムフィットネス休会したかっていうとですね、うすうす気づいてる方もいらっしゃると思うんですが、僕ね、ヒーロージムの会員なんですよ。ポパイさんのパーソナルを受けてから、しばらくしてヒーロージムの会員になったんですね。で、ヒーロージム、全く行ってないんですよ。もう2、3、3週間ぐらい行ってないんじゃない？ってぐらい行ってないんですよ。もうあれよ。ちょっと、意識高い系の女子がちょっとジム行こうってなって、いろいろウェアを揃えてジム入会したんだけど、ジム1ヶ月に1回ぐらいしか行ってないみたいな、感じ
本当にそれぐらいしか言ってないのよ。っていうのは、エニタイムフィットネス、だからヒーロージムに行く間にエニタイムフィットネスが3店舗ぐらいあるのよね。うん。だからエニタイムフィットネスに行っちゃうんだけど、特にそのコンテスト前とかは朝必ずカーディオやってたから、だからそれでエニタイムフィットネスとかはね、すごく大事、助かったんだけども、やっぱりヒーロージムのマシーンはすごくいいんですよ。こう普通のさ、こういろんなジム、おしゃれなジムとか最近さ、たくさん増えてるんだけど、こうなんか映画とかさ、その雑誌とかでもなんか撮影スポットみたいな感じで使えそうなジムってすごく増えてるんだけども、やっぱりジムのマシンって、そこのマシンっていうのはそんなに変わらないもの。うん。だからその、ちょっとその、塗装が違ってみたいな感じのもの。まあ、エニタイムフィットネスとか同じプリコーが入ってたりとか、ライフフィットネスとか。まあ、いいジムだとハンマーとか入ってたりとかもするんだけれども、ヒーロージムに関しては、あのマシンだけを使いにヒーロージムに行くっていうような感じで、マシンがね、やっぱりすごくいいものばっかりなので、一応ヒーロージムに入会したんですよね。とりあえずね、今まで週2とかしかやってなかった、やってなくて、で、そこからまあ、コンテスト前だったんで、まあ、有酸素をやりにジムとか行ってたんだけども、まあ、今シーズン、もうコンテスト終わって、まあ、トレーニングちょっとね、とりあえずまあ、週4ぐらいやってみようかなっていう感じで、来年、あとはもうコンテスト終わって、まあ、今の時期っていうような感じなので、まあ、そこね、どうせだったらちょっと、会員だしさ、ヒーロージム行くかっていうことで、絶対にエニタイムフィットネスの鍵持ってるとエニタイムフィットネスに行っちゃうので、まあちょっとヒーロージムに行くというような感じで、エニタイムフィットネスを休会しました。はい。でヒーロージムこれ全然宣伝でも何でもないよ。もうリンクとかも貼っとかないから。なんかそのヒーロージム入会するときは、なんつったっけな、ポパイさんの紹介でっていうと、あと安くなるらしいから、なんかいろいろ特典があるらしいから、まあそのヒーロージム入会もしも考えてる人がいたら、まあポパイさんにインスタの DM とか送るか、ポパイさんの紹介でとか言ったりすると、なんかそのちょっと特典が受けれるみたいなので、はい。まあそんな感じでやってみてください。はい。はい。で、あと1時間、ぐらいで発売になりますけれども、こちら、リアルオムのパーカーですね。ジップパーカーになってます。はい。こちらが発売になります。うん。こういう感じで。ジップのパーカーになってて、悪いけど生地とかは、すごくしっかりしている。で、なぜなら僕は全部日本のメーカーを通してやっているので、すごくしっかりしていて、まあ、ファスナーとかももちろん YKK。で、これね、なんかシルバーでもゴールドでもなくて、まあ真鍮ではないんだけど、まあそんなね、ちょっと銅っぽい色をしているという形でございます。で、まあこちらにね、リアルオームドントトラストフロントは左胸に、ロゴがプリントされてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。これのこのリアルオームって、まあ、作っているブランドって、まあどういうコンセプトで作ってるかというと、まあどっちかというとそのフィットネス、だけのウェアっていう感じじゃなくて、まあその、ここに書いてる通り、まあサファリウェアブランドって書いてるんですけど、サファリっていう言葉が、まあサーファーの間で、まあいい波を探しに行こうっていう、言葉としても使われてるんですよね。まあ人生の冒険っていうかさ、楽しいことやろうよっていうような形で、っていうのが、まあそのサファリウェアブランド。まあ、フィットネスもそうなんだけれども、まあそれ以外にアウトドアとか、X スポーツとか、まあストリートとか、まあそういうような感じの、そういう感じの、まあ、プレイ。まあ、ちょっとその遊びだったりとか、まあ、ワークアウトとかで、まあ、スタイリッシュに着れるというのを目指してやっているので、まあ、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。あのね、中国とかで作ったこともあるんですけれども、あの、サンプルとかね、ちょっとやりとりよくわかんなかったっていうのと、あと、生地の感じが選べないのよ。うん。だからちょっとね、僕は必ず、日本、で、作ってるっていう感じなので、まあぜひぜひチェックしてみてください。それでは。